八部衆、または天竜八部衆は、仏法を守護する八村の語法全身。仏教が流布する以前の古代インドの鬼神、戦闘神、音楽神、動物神などが仏教に帰依したものである。十代弟子と共に釈迦如来の剣族を務める。八部衆とは八つの種族という意味である。これにはいくつかの説がある。通常に用いられるのは、 シャリホツモン業を基本に、ホッケ業や、金三脇最小王業などの説により、天州、隆州、ヤシャ州、ケンダッパ州、アシュラ州、カルラ州、金奈ラ州、マラトギ州の八つを指す。ただし、奈良、幸福寺の著名な八部州像の、各像の名称は常述のものと異なり、自伝では五部、清、砂欠落、鳩半田、ケンダッパ、アシュラ、カルラ、 金なら、筆馬からと呼ばれている。なお、四天皇に使える八部衆は、これらの八部衆と、名称も類似し一部重複するので間違われ、安いが、基本的に異なる。ちなみに八部衆は、剣脱破、飛車と、破党反田、平霊太、中、負担な、野者、羅刹の名を挙げる。ホッ行の序本には、長州として、ビク、ビクに、奪速、 奪いなどの人の他に、この八部衆が、否認として名を連ねている。金奈良修羅像日本における八部衆像の作例としては、奈良幸福寺のものが知られる。昭和期より、寺内の国宝館にある。幸福寺の八部衆像は、麻布を漆で張り重ねた間室作りで、廃絶した西近道に安置されていた。西近道は、光明皇后がぼうぼう、防護。 立花の道をの追善のため、天平を6年建立したもので、本尊釈迦三尊像を中心に、梵天、大釈天、像、八部修造、十大弟子像などが安置されていたことが知られる。京都国立博物館像の幸福自慢だらずを見ると、八部修造は、本尊の左右前方と後方に、各二体ずつ安置されていたことがわかる。作者は、 像作りはくだらからのトライ人将軍万福、彩色は、旗牛会とされる。八部獣を含む幸福寺西近藤所像については、北家行序本ではなく、金三脇最小王行諸説に基づく像像だと、解釈されている。いずれも一体が1 5ラム程度であり、たびたびの火災での消失を免れた要因としてこの、軽さが挙げられる。いかに、 各像について略説する。五部、清洲像像高48.8センチメートル。四季界最上位の四季界第四前天に、清洲拠点と呼ばれる、穴含むの聖者が住んでおり、自在天使、広鹿天使、変音天使、光神天使、衣装天,天使という五尊の清い天を合わせて一尊とした、ものを五部、清洲拠点と呼ぶ。だらににすがるものを守護するとされ、 今弱物語集では、釈迦の四門出遊の際、老人、病人、死人、出家者の四つを見せて、釈迦の出家を促している。贈答の冠を被り、少年のような表情に作られている。幸福地蔵は、頭部と上半身の一部を残すのみで大破している、個人の所有者から、当時の提出博物館に寄贈されたものである。 経典に説く天にあたる像と考えられる。千樹観音の剣族の二十八部衆にも入るが、三十三剣道の五部、清い像は頭に像頭を乗せ、左手に刀を持つ、武神像である。砂欠ら像像高百五三点六千センチメートル。頭頂から上半身にかけて、蛇が巻きつき、憂いを帯びた少年のような表情に作られている。 本像は、経典に説く竜にあたる像と考えられている。ただし、幸福寺の砂結落像を、竜でなく、マラトギに該当するものだとする説もある。28部集には、シャカラ竜王の名で登場する。鳩ハ,ハンタ像増高151.2センチメートル。頭髪が逆立ち、目を吊り上げた怒りの表情に作られている。経典に説く 夜舎に相当する像とされている。四天皇のうちの像頂点の眷族ともいう。三十三剣道には祀られていないが二十八部衆の一村にも含まれる。剣ッパ像像高六十点三センチメートル。獅子館を被る気構像である。両目はほとんど閉じられている。アシュラ像像高五十三センチメートル。 三面六臂に表される。天平文化や奈良観光などの紹介でもしばしば取り上げられる著名な像である。国宝館での展示でも、胸像として残る五部、清志像以外の七体の中で別格に扱われている。カルラ像造高149.7センチメートル。幸福寺像は鳥頭人身の気構像である。33剣道。 清水寺本堂の28部集中のカルラ像は、翼を持ち、笛を吹く姿に作られている。金の羅像像高 149.1cm。頭上に一角、額に縦に三つ目の目があり、自伝通り当初から金の羅像として作られたものと思われる。筆カラ像像高 156cm。他の像と異なり、 やや老僧に作られ、あごひげを蓄えている。経典にとく、マラトギに相当するものとされるが、定かでない。33剣道の28部集のうちには、ヒツバーキャラとマラの両方が存在し、前者は、通常の武神像、後者は五眼を持ち、琵琶を引く像として表されている。幸福寺の漆像の他には、八部集が、ネハンズなどの絵画作品に、 諸菩薩や釈尊の弟子たちと共に描かれる場合があり、法隆寺五十島諸僧北面の釈迦根藩を表した、祖像群の中にも、阿修羅をはじめとする八部衆の姿が認められるが、彫像の作例は他にほとんど見られない。千樹観音の眷属である二十八部衆のうちにも八部衆に相当する、仏尊が放含されている。ありがとうございます。